皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、アーティストサウンドたくやさんについてです。もうこれはですね、早くしなければと思っていたんですけども、なかなかこれというのがですね、見当たらずというか、いろいろ探してはいたんですけれども、ついに今回これかなというのが見つかりましたし、またあの前のコメントでですね、和人さんですかね、からコメントいただきまして、たくやサウンドをということでご希望を伺いましたので頑張ってみました。たくやさんの音はね、あのギターを選ぶと思うんですよね。相性が非常にあると思います。私はハンバッカーのギターなので、この画面ね、いつも通りテレキャス寄りの音に寄せるように EQ を入れているんですけれども、皆さんのギターによってはね、もうそもそもテレキャスターを使ってるという方もいらっしゃると思いますので、その際は、このアンプの設定プラス EQ を省いて使ってみていただければと思います。では今回作った音なんですけど、2パターンどっちかかなっていうのがありまして、まず鳴らしてみたいと思います。まず1つ目は何かと言いますと、これです。釣り場です。もう1個の方がちょっと似てるかなと思うんですけど、こっちもね、結構それっぽいいい音が鳴ったので撮ってみました。まずどんな音か聞いてみてください。はい、いかがでしょうか。このような感じのサウンドになりました。で、和人さんからですね、いただいたコメントの中には、クラシックの音、ジュジュマリのクラシックですね、今オーバードライブを弾きましたけれども、実際その、クラシックもですね、あのちょっとトーンが違うかなと思うんですけども、ほぼほぼよく似たこの感じの音で大丈夫なんじゃないかと思うんですね。ちょっと軽く弾いてみると、いかがでしょうか。多分使える音にはなってると思うんですよね。この音の特徴としては、コードで弾いた時はジャリッとしてて、この高音の弦 1,2,3、 ここで弾いた時にこうキンキンするような音をわざと作り出してるというような感じの音なんですね。はい、もしよかったらこれ鳴らしてみてください。結構いい、もしかすると動画で聞くと微妙かもしれないですけど、実際のアンプに通したりリターン差ししたりですね、するといい音になるんじゃないかなと思います。できればこれはあのツインリバーブのリターン差しをしていただければ一番というか同じ音が出るはずなんですよね、理屈的には。もしくはジャズコでもいいかなと思います。はい、 4x12 は使わない方が、あのスタジオとかライブではいい音が出るんじゃないかというふうに思います。はい、ではパラメータを言っていきましょう。でちなみにあのこの天板のグラフィックに関しては、ギターがもうテレキャスとかテレキャスターなんだとか、シングルコイルに乗ったギターの場合はいらないと思いますが、一応ご案内しておきたいと思います。 31.25-2.4 62.5-0.5 125-0.6 全部マイナスですね、ベースは。250がマイナス 0.5、 500がマイナス 0.7、 1kHz がプラス 1.5、 2kHz プラス 2.9、 4kHz プラス 12.1、 8kHz プラス 12.7、 16kHz プラス 2.1、 レベル0となっています。でここに一応コンプを入れてるんですが、入れなくてもまあいいかなという感じだったので今回は省いております。はい、アンプが USW バイブレーションバイビブ、わかんないですけどこれです。でドライブ 10.0、 ベース 1.5、 ミッド 1.5、 この低めのところ低域を削るっていうのがポイントです。トレブル 5.8、 プレゼンス 7.8、 チャンネルボリューム 6.9、 マスター 10.0、 サグ 5.0、 ハム 5.0、 リップル 3.3、 ちょい下げしてます。はい、バイアス 5.、 バイアス 6.0、 バイアス X.0。 はい、次キャビです。2x12 の WC12N という、キャビネットでして、マイク57、ここ57大事です。あのデフォルトではリボンになってると思うんですけど、ここを57にしておきました。はい、こっちの方が似てます。ディスタンス 3.0、 ローカット80、ハイカット 8.0、 リフレクト0、レベル0となっています。それでこの感じの音です。あまり歪ませないっていうのもポイントですね。あまりに歪ませると弦一本一本のこう雰囲気がぐしゃっと潰れちゃうので、そうじゃなくて、たくやさんの音は
どっちかというと一本一本の弦をきっちり音を鳴らしていくっていうのが大事で、非常にね、あの右手の何でしょうね、弾く力とか角度とかも結構見せるためには大事な要素なので、たくやさんのね動画とかも見ていただいて練習していただければいいかなと思います。はい、こっちがダブル、ツインリバーブの方ですね。でもう一個作ったのがあります。それがこれです。はい、これでして EQ は一緒です。でこれです、ボックスの AC30、 僕の大好きなアンプなんですが、それでどういう音が鳴るのか、ちょっとクラシックで弾いてみますので聞いてみてください。いかがでしょうか。こっちの方が似てる気がしませんか。なんとなーく、あのベースをがっつり切ってるんで、この下が全然出ませんけど、タクヤさんの音はこういう感じのイメージがありますね。はい、このボックス AC30 の方のパラメータをご案内しておきますね。こっちがドライブ 5.5、 ベース 0.0、 カット0、トレブル 6.0、 プレゼンス 9.0、 チャンネルボリューム 6.7、 マスター10、サグ 5.0、 ハム 5.0、 リップル 7.6、 ここは逆に上げます。バイアス 5.0、 バイアス X 5.0、 マイク57のディスタンス 6.0、 ローカット80、ハイカット 8.0、 リフレクト0、レベル0となっています。それでこの感じの、もうちょっとねドライブを下げてもいいかなぐらいの感じですね。下げてみましょう。この辺でどうだろう、ちょっと弱いかな、5ぐらいかな。うん、いかがでしょうか。結構いい感じに仕上がってるような気がするんですけどね。 HX トンプでタクヤさんの音を作るとするなら、こんな感じかなと思いますね。いかがでしたでしょうか。多分ね、そのギターの特性によってこのハイの出方がかなり変わると思うんで、その時はあのプレゼンスとかトレブルで調整していただくと、それで下げていただいて、まあ、聞き心地がいいところを探していただくのがいいかなと思います。うん、やっぱりねピックアップってすっごい大事で、あの僕そのうち自作しようかなとか思ってたりするんですよ、ピックアップ。うん、ワインダーとか買ってね、あの自分だけのピックアップを作ってみるの面白そうだなと。皆さんそういう需要あります？あのうん、なんとなく作ってもいいかなと思ってきたんですよね。はい、そんな感じで考えております。またあの最近あのショーツですかね、こんな感じのフレーズが好きだよっていう動画をポチポチ上げてるんですが、まあ、一定期間ガーッと上げようと思ってるんですけれども、なぜ上げようと思ってるかっていうのをお話ししますと、私の動画ってそんなねこうテクニカルなことは全然してなくて、まあエフェクターって楽しいよねっていうのが伝われば嬉しいなとか思ったり、こういう使い方できるよとか、なんかよう使い方わからんなっていう方に対して投げてる動画なので、そんなねあのギターはうまいわけじゃないんですけど、まあこんなフレーズこういう音楽好きだよというのが見ていただいている方に伝わればいいなということで、動画を多く上げて煩わしいかもしれないですけど、もし気が合う方がいらっしゃればお話ししたいのでコメントいただければなと考えております。はい、では、HX トンプの次はですね GT1000 コア、ボスの GT1000 コアでタクヤさんの音サウンドを作ってみたいと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。